皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。皆さんは過去作品のリメイクをプレイすることはありますか？近年のリメイク作品はオリジナル版の売り上げを超えるようなものもあるようです。ということで、今回のゲームニュースはゼルダの伝説スカイウォードソード HD の売り上げはすでにオリジナル超え級、本家超えするリメイクリマスターたち。記事はオートマトンより引用しています。近年過去作品のリメイクリマスターが好調な売り上げを見せている。先頃発売されたゼルダの伝説スカイウォードソード HD はオリジナル版に匹敵する売り上げを記録。他にもオリジナル版に迫るあるいは凌駕する売り上げを記録する作品は少なくない。本校では近年のリメイクリマスター作品の躍進ぶりを追う。先頃任天堂が公開した決算説明資料によれば、7月16日に発売されたゼルダの伝説スカイウォードソード HD が全世界で販売本数360万本を突破した。同作は2011年 Wii 向けに発売されたゼルダの伝説スカイウォードソードの任天堂スイッチ向け移植作。グラフィックの向上やジョイコン向けの操作最適化、遊びやすさの改善が施されたリマスター作品だ。任天堂による発表では、オリジナル版の売り上げは2012年上旬時点で352万本、オリジナル版も現在ではさらに売り上げを伸ばしているとみられるものの、リリース後の推移としては互角に近い。つまりゼルダの伝説スカイウォードソード HD はオリジナル版の売り上げに匹敵する好調を見せているのだ。またリメイクリマスターとはいささか趣が異なるものの、 Wii U で2014年に発売されたマリオカート8のデラックス版である任天堂スイッチ向け作品マリオカート8デラックスの売り上げも注目に値する。同作は2017年の発売以降累計販売本数3874万本を記録しており、 Wii U 版の846万本を大きく塗り替えている。また3738万本を販売し、シリーズ最高本数を記録していたマリオカート Wii をも超え、任天堂スイッチ向けタイトル全体でも首位を誇る快挙だ。他近年ヒットしたゲーム過去作リメイクとして顕著なのがバイオハザードシリーズのリメイク展開だ。カプコン公式サイトによれば、2019年発売のバイオハザード RE2 は2021年9月30日時点で全機種合わせて890万本を売り上げ、歴代ヒット作品の中でも TOP3 に入る記録を誇っている。1998年に発売されたプレイステーション向けオリジナル作バイオハザード2の売り上げは496万本であるため、こちらもリマスターがオリジナルを上回ったことになる。同シリーズのリマスターリメイク作品では、他にもバイオハザード RE3、 バイオハザード4、バイオハザード HD リマスター、バイオハザード0 HD リマスターなどがオリジナル版を上回る売り上げを見せている。いずれの作品も機種が限られる傾向にあったオリジナル版と対照的に広くマルチプラットフォーム展開されている。対応機種が増えたことで作品を手に取れるユーザーが増加した点も売り上げ向上の一因と考えられそうだ。またゲーム人口全体の増加傾向もリメイクリマスター作品の売り上げに寄与していると考えられる。市場調査会社ニューズーと角川アスキー総合研究所による2020年のレポートによれば、2015年時点での全世界ゲーマー人口は約20億人、2020年時点では26億8000万人に上り、プレイヤー人口も市場規模も右肩上がりだ。また2020年時点では約25億人がモバイルでゲームを遊び、約13億人は PC を利用、約8億人がコンソール機でゲームを遊んでいるという。
数の機種にまたがってゲームを楽しむプレイヤーも多いようだ。ゲーム人口全体の増加により必然的に過去作品のリメイク、リマスターはオリジナル版発売当時より大きな市場にデビューすることとなる。またオリジナル版の知名度や評判が高ければ完全新作に比して売り上げの見通しが立ちやすい面もあるだろう。新作を待つファンとしては複雑な心理もあるが、入手性が低くなりがちな過去の人気作品を再び現代によみがえらせ、ファンや新規プレイヤーに届ける動きにも価値はある。前述のレポートによれば、ニューズーは2023年には世界ゲーマー人口が30億人を突破する見込みとしている。リメイク・リマスター作品が好調な売り上げを記録していく中、さらに過去作再報の機運は高まっていきそうだ。あなたが今こそ現代機で遊びたい過去の傑作も新生を待っているかもしれない。以上が記事の内容でした。それではここでネットの反応を見てみましょう。本家は不遇の機種だったし、単に普及率の問題ですよね。まあ本家も Wii U も持ってプレイはしましたが、いろいろ初の試みも入っていて名作なのは間違いないです。ゼノブレイドクロスも本家超えが十分に可能なポテンシャルを秘めていると思うんだけどな。後日弾や伏線回収が入念に練り込まれた内容も含まれればなおさら。いずれ来てくれ、最悪クラウド版でも我慢する。多少怖よりなタイトルならラストストーリーとかも可能性がありそう。原作のいいところを残した上で足りなかった部分を出す。これだけでもなかなかのリメイクだと思う。金銀でいうところの関東地方の出来とか、セーブデータ消える現象とか、そこら辺が足りなかった部分。さらにもしあったら嬉しいもの、予想もしなかった新要素も入っている。リメイクは名リメイクだと思う。以上がネットの反応でした。昔よりゲームを楽しむ人が増えたとはいえ、オリジナル版の倍近く売れているリメイク作品があるのはすごいですね。今月発売のポケモンダイヤモンドパールのリメイク作品もオリジナル版に匹敵、もしくは超えるような売り上げになりそうですね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。